言っとったら中村スカイインちょうどまんまなんやね。だからこっち行ったら行けるみたいなんだけど、なんかこっちの奥は商店街になってるみたいだから、ちょっとぶらっと散歩してから行ってもいいか。まだまだ時間余裕があるから。いつもそうやって言っとって最後終電になっとるけど、でも今日は大丈夫、余裕余裕余裕。まだ10時になってへんのやろ、余裕や。なんか聞いたことあるな、レイズって。あ、ライセホ、あれだ、あの、この前、どこだったっけ、東原城かどっか行った時にあったな。うん。なんか高架下をあれにして、なんか再開発にしてます、みたいな。こんなとこにもあるんや。で、ここら辺がスタンド商店街なんですね。音楽教室もありの、ね、北大阪信用金庫、略した北信庫。中華屋さんもあるんだね。牛気か。まだ提供してないね。で、こっちが団地になったっていう団地の人か、誰に買いに来るか。餃子か。はい、雪まつみたいな感じか。他はいろいろ種類がありそうですね、あの手のやつも。昼定食、焼肉。地元のあれですね。で、どっち行ったらいいの？当たった方がいいか。そこが近くて、新幹線やろ。そんな工場がありのか。さすが東海道新幹線、よしですね。そのところだね。ビール屋。何屋さん。なんもか。いろいろできるんですね。Okay.
寿司シェフがやってるパン屋さんなのかな。安福寺システムが確かパンを売れるようなシステムを作ったのが実は大和運輸なんですよね。あの物流運営で作ったんじゃなくて、実は製造工程とかをのノウハウを実は最初に作ったのが確か大和運輸か、大和運輸の創業者の方だったかな、うん。いわゆる障害者の雇用機会を促進するみたいなので、冷凍の種パンを用意するんだったかな、何だったかなっていうような感じで、なんかやるっていう方法を確立したのが今もですので、そういった福祉施設とかで、その結局、物を作るってなって、食品が作れる、食品を作るっていうのがやはり、障害のある方だとネックが大きいんじゃないかって言われてる中でなるんですけど、継続的にやるには食品を売り続けるのって一番いいんですよね。食品って食べてなくなるんで、そこのところをね、うまいことやったよっていうようなことだったと思います。確かね、よし、あ、そこか、入り口。よいしょ。よし。一駅歩いた。意外といろいろ、ああ、手前にあったんや。入り口。何や。せやあるわな。こういうとこやね。さあ、で、随、これで随湖四丁目。随湖、随随。やってきましたね。こっからどうするかなんだよな。門真南に行くのがベストか。門真南に行くのはどこで乗り換えたらいいんだ。門真も門真だっけ。別ですもんね。なんで市バスが通ってるはずもなく、大阪の市バスがね。大阪経済大学来たんだ。もう順当に、どうやったっけ、次の乗り換えが。これで、これか、ダムを4丁目か。もう、素直にそこに行くのが結局一番早そうですね。ということで、決めきましょう。ちょっと、この上等からあったんや。まあ、でもまだ、枯れ草が出るんだよ、これ。日本橋行って、行ったこのぐらいにちょうど飯になるやろし、うん、よし。さあどんどんカオスなことになったぞ。よし、こういうところもこうや、一方通行になったぞ。あ、やっぱ大阪、こういうところにインフラ基盤が通るんやな。そういえば、この前、福島に立ってもそうやかね。ああ、すごいな。やっぱ大阪やと、この構造のが多いんかな。でも、さっきの業務ちゃったな。ああ。東京のところは、ミジュラー通行にしちゃうところが多いかもしれない。知らんけど。で、いたかのじゃなくて、今里方面。よいしょ。一駅歩いた。次の電車を待ちましょう。